こんにちは、速稼塾の久保です。暗号通貨元気ですか？ビットコインにしてもイーサリアムにしてもあのリップルにしてもね、だいぶちょっと苦しい状況が続いてますけども、どうもねここに来て明るい兆しが見えてきだしたことはきだしたんですよ。ちょっとこちらご覧いただけますか。力強い反発は上昇の兆しか、仮想通貨チャート分析、ビットコイン、イーサリアム、XRP、ビットコインキャッシュ、ライトコインということでいくつかの通貨が挙げられてますけども、今回の反発ってのは大きな上昇の兆しなんではないかなっていうことを分析している記事になりますよね。7月19日には陽気派の積極的な売りによって3万1000ドルを割り込み、これビットコインですよね。それに続いて7月20日も下降していた。しかし今日は3万ドル以下の押し目を強気派が購入し、結果的に強い反発となった。確かにこれ起きてますよね。やっぱりね、それぞれの防衛ラインってあって、一つはこの3万ドルなんですよ。3万ドルを超えると、お、安くなったなって形で買いが入る傾向が今までもあったわけですよね。その辺についても書いておりましたけども、弱気派は20日指数移動平均線 EMA っていうんですけども、こちらで回復を阻止しようとするだろう。もし価格がこのレジスタンスから下降に転じると、弱気派は再びビットコイン USDT ペアを重要なサポートである2万8000ドル以下に沈めようとする。つまり次のポイントは2万8000ドルということがここに語られているということですよね。で、これが成功すればビットコイン USDT ペアは2万ドルまで下がる可能性がある。下降トレンドの次の段階に入ることになる。これは用心しないといけないところだと思います。一定のレジスタンスラインをブレイクすると際限なく下がってしまうところがありますので、次のポイントは2万ドルだよということなんですよ。もしね、2万ドルになってしまうと日本円で240-250万くらいですか。これは場合によっては買ってもいいんじゃないですかね。私は100万以下でビットコインというのを買うべきだというふうに推してきたんで、2万ドルでもね、買うとまで言えないんですけども、まあね、ビットコインを300万とか400万以上で知った方はここで買ってもいいんじゃないかなと思いますし、当然ね、買う方出てくると思いますよ。700万で利確した方がここら辺で再復活して再入場してくる可能性がありますからね。それについてはまた別の機会にお伝えします。で、イーサリアムと USDT の関係ですけども、こういうふうになってますね。7月20日のローソク足の下髭は、1728.74 ドルの強力なサポートの押し目を強気派が購入したことを示唆している。これは私も同意見です。これは5月23日以降、イーサーがこのレベルから反発した3回目の例だということで、ここは反発ラインになってるわけですよ。今、図にも載ってますけどね。青い点線が出てますけども、ここを超えずに、三角保ち合いのまま、これはね、上の方にブレイクするっていうふうな私は願望を持ってますね。願望ですよ。そうなるという要素は今のところないですけどね。むしろ下に突き抜ける可能性がこれはあるんではないかなと思いますんで、イーサリアムに関しましては新規の購入はちょっと待った方がいいんじゃないですか。ね、今日の反発で勢いを増しており、強気派は今後価格を20日移動平均線の上に押し上げようとするだろう。もし彼らが成功すれば、イーサー USDT ペアは固いレジスタンスとして機能する50日、移動平均線まで上昇する可能性があるということですね。まあ上昇する可能性があるって言ったら、確かに全部そうなんですけどね。ただまあ今回の上昇も信頼できないですよ。これなんか下がることはあっても上がることはなさそうですよね。でまあ XRP に関しましてはもう言うことないです。上がる要素はないというふうに言った方がいいと思います。もうね、論ずる語るはもう時間の無駄ですよ。ここまで条件が揃っていたら上がらないですよ。ねえ、XRP 少なくともあれじゃないですか、30円を切るまではもう買うべきではないんじゃないですか。20円台になったらまたね、もう一回仕込みのチャンスが来ると思いますけども、現在の価格の半分になった時、それまではずっと落ちていくのを見ていくしかないんじゃないかなと思いますけどね。はい、それではまあこんなところですかね。こんなとこです。ビットコインにイーサリアム、しばらくは期待が持てないということを